ゾイドワイルドの全てを知る男、パーフェクトヒューマン片山だ。今回は11月に登場する新たなゾイドの紹介だ。その中から今回は ZW34 ガトリングフォックスの紹介だ。大型のガトリング砲を背負ったキツネ種のゾイド、ガトリングフォックス。帝国軍で開発されていたが、開発途中で逃走したため、強力な兵器である AZ インフィニティガトリングを装備しつつも、エボブラストを行う機体となった。全身を覆うオプティカルステルスアーマーとインビジブルボーンは、光学迷彩機能を有し、隠密行動や諜報を得意とする。パルス圧縮レーダー、喉元にある敵やミサイルなどを察知することのできるレーダー、リフレクトイヤーズ、広い可聴域を持つ耳、周囲の敵ゾイドの動きを音で把握することが可能、ダブルバスターライフル、中距離の敵に対して有効な2連の銃、 AZ インフィニティガトリング、1秒間に最大100発の銃弾を連射することのできる機関銃、マルチプルランチャー、閃光弾やフレア弾など戦況に応じた砲弾を発射することのできる砲口、オプティカルステルスアーマー、アンシスコープやレーダーで検知しづらいアーマー、ボーン同様に透明に見せることも可能、2連双動風ショットガン、近距離の敵に対して有効な重心の短いショットガン。それでは早速ガトリングフォックスの復元を始めたいと思います。とその前にやっぱり気になるのがこの骨格のパーツ。これね、わかるかな、実は半透明なんだよね。この半透明がどういう意味をしているのか後でお教えしたいと思います。それでは早速ね、復元の書を使って復元を開始していきたいと思います。ゾイド初心者のみんなは発掘見取り図にパーツを置いて形をチェックすると簡単に組み立てができるぞ。お、もうね、いきなり書いてあります。このね、骨はインビジブルボーンといって、特殊な分子構造を持った透明にすることができる骨なんですね。体を透明に見せることができる、こんなね能力を持ったゾイド、今まで見たことがございません。ゾイドは組み立てるのにニッパーも接着剤もいらないリアルムービングキットだ。こうやってね、ゾイドは自分でこう組み立てたものがどうやって動くのかっていうのがね、分かるのも面白いよね。おー、綺麗なジェットキャップ。おー、なんか見たことない、すごいね、この透明なパーツ同士の重なりがね、かっこいいよね、なんかおしゃれだよ。できました、ガトリングフォックス骨格形態復元完了だ。それでは動かしていきたいと思います。もうね、かっこいい、ただただね、この透明なね、インビジブルボーン、かっこいいですね。動かしていきますよ。おー、これね、口を開閉させながら動いてます。この全身のね、Z キャップもかっこいいよね。この透明感がね、より一層際立ってるというか。それでは復元を再開していきたいと思います。アーマーをつけていこう。このね、アーマーもね、かっこいいんだよね。これがね、オプティカルステルスアーマーっていって、レーダーとかアンシスコープに検知されづらい特殊なアーマーなんだよね。まずはね、尻尾から組み立てていこうかな。実はね、マルチプルランチャーになってるんだよね。こういうのいいよね。ギミック付きの尻尾です。そしてこれが AZ インフィニティガトリング。こうやってつけることでね、砲身が長くなりました。ここがガトリングだね。いやー、かっこいいな、このね、全身のね、この光沢感あるガンメタルっていうのかな、ライトガンメタルがめちゃめちゃかっこいい。全身にね、銃がついてるイメージ、かっこいいね。
最後にこの耳だね。この耳が分かれてるのはね、こだわりだよね。これで完成。ガトリングフォックス復元完了だ。それではね、動かしていきたいと思います。このね、アーマーのね、このソリッドな色とこの透明なボーンのね、この対比がね、かっこいいです。それでは動かしていきたいと思います。おー、いいね。ね、口を開閉させながら動いてます。劇中だよね、どうやって戦っていくんでしょうか。それでは皆さんお待ちかね、ガトリングフォックスのマシンブラストではなくエボブラストをお見せしたいと思います。まずね、この背中の面のね、武器 AZ インフィニティガトリングを前に倒します。そして押し込む。そしてこの左右のね、ダブルバスターライフルと呼ばれるこの武器、これを前に倒して開く。そして最後にこの背中、最新のも見せたこのマルチプルランチャーだね、これを開けておく。これで準備は完了。ここから動かしていきます。さて、どういう動きをするか見ててください。いきますよ。おー、このね、メインのガトリングが回り出して、そして左右のダブルバスターライフルも上下に動いてます。かっこいい。このゾイドはね、なんでこんなね、大きなガトリングを背負っているのかっていうのが劇中でも分かってくると思います。お楽しみに。それではこの改造武器バスターレーダーユニットを使ってガトリングフォックスを改造していきたいと思います。ね、これね、索敵だったり遠距離攻撃に特化したユニットになってます。これを使ってガトリングフォックス、このね、ただでさえね、いろんなとこに銃がついてるデザインのね、ゾイドだから、さらにね、銃撃をね、激しくしていきたいと思います。どうしよっかな。まずね、この10連装ミサイルポット、これをね、肩の方につけていきたいと思います。これだけでね、もうかっこいいよね。そうしてこれ見える、この長方針のね、対空砲、対空速射砲だね。これをここにつけていく。おー、いいね。そしてこの3連チャージミサイル、これはね、どこにつけようかな。ここなんてどうだろう。前方だね、この前足の肩の下部分、ここにつけていく。いいね。そしてこれ、ダブルバレル、これをね、前に向けておく。まっすぐの格好かな。最後にね、このフレキシブルアームを使ってこの2連キャノン砲をつけていこうと思う。このね、フレキシブルアームがね、すごい使い勝手がいい。このね、腰のハードポイントにフレキシブルアームをつけていく。こうだね。ね、軸制御機能がついてるから、この重い武器でもつけることができます。そしてここの先にこの AZ の連装キャノン砲をつけていく。どうですか。これでしっかり維持されます。こう、これで最後にマシンブラスト状態にしておく。こうだね。こう、これで完成。これがパーフェクトヒューマン片山オリジナルゾイド、バスターレーダーユニットを使ったガトリングフォックス遠距離対空砲撃仕様の完成だ。それではこの状態で動かしていきたいと思います。起動コースオン。おお、こうすることでもちろんメインのガトリングが回りながら、ここだね、対空速射砲も一緒にあって上下運動してます。いいね。あともう一つロマンあふれるポイント、このね、バスターレーダーユニットに入っているフレキシブルアーム、これは稼働するから、このガトリングフォックスに備わっているこの武器、こうやってね、畳むことができるんだよね。これもね、面白いポイントです。こうやってしっかりね、収納状態も再現できます。かっこいい。11月はこのガトリングフォックスを手に入れてくれ。